あれ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 れれ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 このスカートも上にですね、スポーンとこう、スポーンと、まあ、とりあえずね、これからそれをね、外していきたいと思います。はい、どうも、こんにちは。フィギュア大好き、イッといかんです。今回はですね、開封レビュー動画になるのですが、先日ですね、アマゾンから、こちらの箱が届いておりますので、これを開けていきたいと思います。てか、まだ開けてないんでね、中身が何なのか、多分、あれであろうとは思うんですけれども、まあ、箱の大きさからしてね。まあ、ただ、他にもね、何個かアマゾンから届いているので、まあ、これじゃない可能性もあるんですけれども、多分これだと思うんですよね。で、まあ、届いた日付がですね、まあ、ここに書いてあるんですけども、お届け日が2月17日。まあ、最近ですね、最近。だから、ワンフェスが終わって、その動画編集をしこしこやってる間に、まあ、これが届いたということなんですけれども。なので、多分、戦う JK が、っていうと思うのでね。まあ、まずはね、開けていきたいと思います。よし。じゃあ、ちょっと、これ、カッタ使った方が良さそうですね。はい。最近あれだよね、なんだよ、アマゾンの、僕別にね、プライム会員じゃないんですけど、でもなんかこの、プライムシールっつーの、この黒いやつ、紙のやつ、最近こういうの多いんですけど、でも逆、そうじゃなくて、普通に透明のテープで、なんつったらいいかな、梱包している、アマゾンの箱もあるんですけど、なんか違いがあるんですけどね、この黒いのと、そうじゃないのと。まあ、どうでもいいですけどね。だって。これなんかさ、この黒いテープさ、開けずれんだよな。ちょっと見てる人怖いと思うかもしれないですけど、大丈夫ですから。よいしょ。これは、これもう手でいけるか。よし、手でいった方がいいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。だって、違うの出てこないよね。いや、これで違うフィギュアが出てきたら、その場合をどうするか、その場合はまた、なんか最初からやり直すか。よいしょ。で、開けると、出てくるな。そうだね。チェ。じゃららら、ちゃちゃーん。で、梱包材を出して、チェ。箱でけえな。てか、フィギュアちっちゃいの、ちったって。じゃじゃじゃん。これどっちが表だ窓がねえじゃん、この箱。こっちかな、こっちだろうな。はい、これですね。っていうかまだ、あれですね。薄紙がついてるのでね、これもね、取っていきましょう。優しくね、取っていきましょうかね。ということで、はい。こちらがですね、グッドスマイルカンパニーから、発売されました。リコリスリコイスの、リコリスリコイルの、錦木千里7分の1スケールフィギュアでございます。イェーイ、パチ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 ということで、届きましたね。僕楽しみにしていたグッスマさんの錦木千里ですね。はい。あれですね、リコリスリコイルの、制服ですね。なんだっけ、階級で違うんだよね。なんか階級みたいなので、まだこの、一番強いっていうの、強い階級になると、この赤い色の制服になるのかな。俺はあんまそこら辺詳しくわかんないけど、さっきから、タキナとか違うんだよね、色がね。あれ、紺色なんだよね。で、驚いたのが、こんなに細長くて、かなりちっちゃいんですよ。かなりちっちゃいんですよ。だから、僕の手で考えてもね、これ、ね、20センチ、幅20センチもないんですよね。ぎゅうぎゅうに詰め込んでいるのと、もう一つ驚いたのは、グスマゾのフィギュアの箱って、まあ、でかいフィギュアの場合は、まあ、窓がない場合もあるんですけど、大抵こういうちっちゃいタイプの場合は、窓がついているので、それもついていないということでね。うん、まあでもね、今でもフィギュアってさ、人気のあるフィギュアってあんま店頭に並ばないじゃん。並ばないし、あんまり正直ね、まあ、そういう方もいらっしゃるけど、窓からそのフィギュアを見て、買うっていう人もね、そんなに俺実際はね、まあ、いるっちゃいるだろうけど、でも同じフィギュアがそのずらーって並んでるのは最初だけだし、で、こういう、まあ、予約して買う商品なんてもう、その出荷される時点ではもう売り切れちゃってるケースが多いから、だいたいみんなね、ネットで買って、
まあ、どれが届くか、まあ、個体差ってそれぞれ、まあ、多少はあるらしいんですけれども、まあ、それ届いてしまうのも、まあ、仕方なくというか、それが当てがえられるわけなんで、まあ、だから別にね、僕、フィギュアの箱にね、窓って必要ないような気がするんだけどね。まあ、ただね、箱のままこう飾りたいっていう人もいるからね、そういう人はやっぱり窓があった方がいいのかもしれないですよね。で、結構、まあ、おしゃれですね、グッズマンさんもね、はい、箱は相変わらず。で、こうね、ああ、おしゃれしたかっこいい、わかりますわかります、これなんだっけ、リコリコのなんかロゴかなんかだっけちょっとあれは、あんまりそこら辺詳しくわかんないですけど、あれだよね、あんまりその設定とかも、あれだよね、詳しく、なんか作中で説明とかしてないよね、この作品ってね。とにかく、チサトとタキナのなんかおちゃらけ、うん、まあ、ギャグ6割、シリアス4割、もうちょっとか、ギャグ7割、シリアス3割っていう程度のアニメではね。あとこれ本物の証拠ね。なんかホログラムのシールが貼ってありますね。うん。まあ、これ、ね、角度変えると、なんか人の顔が出てくるとか出てこないとか、そんなことはねえよね。いや、で、これがですね、7分の1スケール、7分の1スケールってどっか書いてないかな、書いてないね。多分あのホームページで、ここに書いてある、ここにある、ここにちっちゃくね、7分の1スケールって書いてあって、ここにね、あの対象年齢が15歳以上って書いてありますね。あ、これ別にね、あのエロとかにありがちな年齢対象ではなくて、まあ、尖ったものであったりとか、あのちっちゃいパーツをね、飲み込まないように、小さい子供が飲み込んだりしないように、そういう意味での年齢対象となっております。で、これがですね、7分の1スケールで、販売価格が、ですね、15,800円だったと思います。僕の記憶が間違っていなければ。ただ僕はですね、この通り Amazon で買ってまして、まあ早めに予約をしていたので、12,700円くらいで買っているのかな？うん。でね、そのさっきその Amazon でいくらで買ったか調べたら、その今ね、Amazon でもこれ、ソールドアウトっていうか、もうプレネ状態になってまして、もうその倍の金額、26,000円くらいになってるんですよね。ちょっとびっくりでした。だいたいあのグスマさんのフィギュアってたくさん出荷されるんで、あんまりね、その急に、まあ、時間が経ってプレネるってことはあるんですけども、もう出荷時点でプレネってるってはね、相当あるは、あるけど珍しいですね。しかも倍の価格になるっていうのは、相当です。これ何かあるんでしょうね。何かあるんでしょうけれども。まあ何かあるんでしょうが、そこら辺はね、これからじっくりと、検証していきたいと思います。ではですね。これは下から開けられるかな。もうね、フィギュアってこの開ける瞬間がね、一番こうワクワクしますよね。よいしょ、あ、説明書ないね。まあもうほんと、組み立てる台座に刺すだけなんです。あ、入ってるかな、組み立て書。で、これがブリスターで、あ、説明書入ってるわ、ちょっと待って。よいしょ。あ、これ上から。珍しいね、普通説明書ってさ、そこにあるんだけど。で、これが説明書ですね、はい。はい、こんな感じでね、二つ折りになって入ってまして。まあ、グスマさん丁寧ですね。この程度ならね、まあ説明書なくても大丈夫じゃねえとは思うんですけれども、丁寧にね、説明書を作っております。で、裏は英語表記になってますね。で、こちらがですね、ブリスターパックの状態です。まあ当たり前ですけどね。外箱と同じ大きさですね。うん。まあ、立ち姿、若干こう、走り出そうとしている、走っている途中の造形になっているんですけども、まあ、ほぼ立ち姿のフィギュアなので、まあ、細長くて無駄のないブリスターになってますね。うん、素晴らしいです。もう箱ってね、僕は外箱も捨てない派なので、取っておくので、その場所の保管がね、一番大変なんですよ。もうフィギュア集めてて何が大変かっていうと、その箱の置き場所なんですよね、買ったフィギュアの。もうそれが一番なんで、もう、そこをね、まあ、改善してくれるコンパクトな箱っていうのはね、本当にありがたいですね。うん。いや、でもあれだな、これもう、ブリスターの状態でね、素晴らしいのがもうわかりますね、これね。ではですね、早速このブリスターの方も開けていきましょう。よいしょ。ブリスターは硬いかな、柔らかいかな。よっこいしょ。あ、柔らかい。めっちゃ柔らかい。よいしょ。
で、まあ、まずはね、まずはね、美味しいところを後回しにしてきたんで、大座ね。はいはいはい。これですね、これさっきのデザインだね。これなんだ、何のデザイン？ちょっと待って。おじさんあんま詳しくわかんない。これでもあれだよね。リコリスリコイルの、その何、組織の、なんかエンブレム、ま、のマークみたいなもんですね。学校で言うと校章みたいなもん？それだよね。うん。一応塗装はしてるけどね、そんな高級感はないですね。高級感はないですね。一応塗装はしてるけど、こっち成形色ね。成形色。だからそんな変わんないじゃん。うん、まあ、でもそんなに、だからって安っぽいわけじゃないけどね。うん。まあ、普通の台座っていう感じ。はい。で、ではですね、お待たせいたしました。全世界80億人の錦木千里ファンの方々、大変お待たせいたしました。こちらがですね、まずですね、ブリスターに収納している錦木千里でございます。で、ちょっとね、意外とあれだな、意外とあのガードかっていいじゃねえか、かっていいじゃねえか、え、ちょっと、大丈夫か、見えるか、見えないか、大丈夫か、見えないね、意外と見えねえな、これ。もうこの状態でね、いやーんっていう声が聞こえてくるかと思ったんですけど、意外と見えないですね。ちょっとね、まあいいや、とりあえず本体の方をね、見ていきましょうかね。おい、はい、こんな感じですね。おい、はい。はい、で、ちょっとですね、背景の色をね、黒に変えてみました。もうこれはね、タッチナのパンツの色ですね。まあ、この方が見やすいと思うのでね、この色でね、やっていきたいと思います。はい、もうね、タッキナのパンツ、真っ黒系ということでね。で、このように、梱包材がね、まずいっぱいついているので、それをね、取っていきましょう。あれちょっと待って、持ちづらいな。よいしょ。あれそうなんだよな。これ、グッドスマイルカンパニーなんだよな。この保護ビニールがあるじゃないですか。この保護ビニールがですね、ここ分かりますかね。この格子、スカートと上着の間に挟まってて、まず1枚、これがね。で、さらに、そのスカートの中にもね、この保護ビニールが1枚挟んであるんですよ。要は、スカート、の上と下内側、外側内側みたいな感じでね、保護ビニールが入っているんですけれども、これなぜだと、なんでこんなところにあるのかと言いますとですね、これを取るためには、この上半身と下半身をまずパカーって外さなくちゃいけないんですね。まあ外さなくちゃいけないというか、まあ外れるようになっていると。で、さらに、ここにもう一枚中にあるってことは、このスカートも上にですね、スポーンと抜けるようになってるわけですね。抜けるように。なんでそんなことになっているのかは、僕はわかりません。それはグッスマさんの開発部に聞いてください。僕はわからないんですけども、まあそういう仕様になっているので、まあとりあえずね、これからそれをね、外していきたいと思います。そうだよな。またやりやがったな、こいつ。だからお高くなってるんだな、あれ。ちょっと待って。そう、多分ね、これ発売される直前、出荷される直前まではね、そんなにね、高くなかったんですよ、価格。定価近かったんですけれども、いきなりね、ついさっき見たらね、26,000円になってるから、何これ、どうしたのって思ったんだよな。そういうことか。ということでね、ちょっと外していきたいと思います。ちょっと待って、先にね、頭、ここにもね、ちっちゃいのついてるから、こっち先に取っちゃいましょうかね。これ邪魔だから、とりあえずね。でね、なんかこれリボンとかついて、これやるときにね、破損とか注意してくださいね。うん。取れねえな。硬えな。ちょっと待って。お、取れた。はい、取れた。で、戻して、よいしょ。そしたらですね、まず上半身をね、外していきますよ。ちょっとね、こうやってあれしないね、お胸のところしっかりね、ホールドして。下って、取れるかな。取れました。なんか硬いなと思ったらね、その瞬間にスポッと取れるんで、ちょっとびっくりしますね。ビビりますね。で、このね、保護ビニールを、まず、ペロリンチョー。はい。そしたら、
ですね。そしたらこれ大丈夫かな、また YouTube に怒られそうなんだけど、もしかしたらね、最近ちょっとこう、活動休止しているトイカンオルタの方になっちゃうかもしれないんですが、こちらですね、スカートの方を、ちさとのスカートの方を取り外してみたいと思います。その前チラッとね、結構ね、保護ビニールでね、見えないんですよ、これ。まだ健全です。まだってどういうことよ。まだ健全なんですけども。これを取るとですね、不健全になるんじゃないのかな。ではね、取りますよ。ちょっと、どうしよう。前から行く後ろがいいよね。後ろがいいよね。ちょっと待って。前がいいっていう人がいたらコメントしてね。じゃ、取りますよ。じゃーん。ちゃっちゃーん。いきなり行っちまった。でもこれはすいません。何かで多分隠れているとは思うんですけれども、隠れていない活動はね、トイカンオルタの方で多分配信していると思います。ちょっとね、最近、てか去年の暮れあたりからね、いろいろありまして、トイカンオルタの方が。それでね、実質活動できない状況になってたんですが、最近活動またできるようになっていますので、そちらの方でご堪能してください。で、スカートを履かせれば、まあこれ色移りとか注意してくださいね。よいしょ。これでね、まだ銃を持ってないですけど、はい。これで一応、保護剤が取れた状態ですね。はい。まあ、この状態でちょっとね、見ていきましょう。はい。これがね、リコリコの制服ですね。リコリコの制服って言うとちょっと間違いやすいですね。リコイルの、制服ですね。うん。学校じゃん。組織だよね。うん。で、あれ、勉強とかしてんの？勉強っていうのは、学問ね。うん。どうなんだね。戦うなんか練習とかは、勉強とかしているんでしょうけど、どうなんでしょうかね。あれね。じゃあ、まずはですね、頭の方から見ていきましょうか。で、髪の毛が明るいな、黄色というか、クリーム色というか、そもそも千里は何？金髪なの？で、僕の大好きなおかっぱ、ボブスタイルになっていると、で非常に綺麗ですね。うん、ここら辺。うん、なんだろうな。ちゃんとね、なんだろう、薄いピンクで、この流れる髪に沿って、シャドウ陰影を入れている感じですね。うん。ほら、ちょっとわかるかな？下の方から見るとね、結構その、毛先の方が、こう、シュシュッとなってて、で、さらにわかるかな？奥の方にね、レイヤーっていうか、二重になっていて、この髪の中にもさらに髪があるよっていう、そういう情報量的な感じの造形になってますね。いいですね、ここら辺のね、流れる感じとか。あと、ここはちょっとわかるかな？こう、後ろに、こう、ここにリボンがあるじゃないですか。で、ここで止めてるんですよね。キュッと止めてるの。で、その前髪から少しそれを持ってきてっていう感じなんだろうと思うけど、そこら辺もね、しっかりと造形されています。で、前髪がこう、前髪の方もシュッとしていて、その中に顔があると。で、これもですね、まあ、もうほぼほぼこの子笑顔っていう感じなんですけど、常に笑顔の千里の顔ですね。はい、あ。ここら辺もどうですかね。多分ここら辺が問題なければもうフィギュアは大体 OK なんですけれども。顔が命ですからね。担保印刷もしっかりしてますね。うん。まあ、7分の1ですね。うん。最近なんかこの手のフィギュア、グスマさんって、6分の1とかも出すじゃないですか。でも、今回は7分の1なんですよね。そこら辺は価格を抑えてなのかもしれないですけど、まあ、実際僕もね、1万3000いかずに買ってますから、この時代に。これはね、素晴らしいと思いますよ。うん。で、リコイスの制服ですね。ちさと赤いんですよね。なんかこれまあ、強い人はこの赤なんですよね。で、背中には、カバンと言いつつ、マガジンとか入ってる、物騒なものとか、救護用の包帯とか入ってるカバンがあって、勉強道具は一切入ってないんでしょうね。こんな感じになってます。で、グレーとツートンになってて、もうおしゃれなんですよね、この。リコリスのこの制服がね、うん。いや、でもこれ可愛すぎて目立つだろうと思うんですけどね。うん、これ目立たない制服の方が良くねえかと思うんですが、まあ、それは置いといて、まあ、こんな感じでね、リボンもついていたりして、ちょっとしたね、いいとこのお嬢様学校みたいな制服ですよね。うん。
まああの JK ですよね、 JK ちさと何歳なんだろう。で中に白いシャツがあって、それはもう襟しかチラッとしか見えてなくて、で紺色のリボンがついていて、制服もちょっと面白いんですよね。なんだろう、やっぱりこう軍服的なところも若干垣間見える感じかな。こう向かって左側ね、ここになんかこう布みたいなのがあって、同じ色ので、その中にお胸があると。あれでもこんな感じでしたっけ。なんかアニメ見てでもなんかこんな感じしなかったような気がしたんですけども、よく見ると、だからここら辺もね、フィギュアで改めて見るとそういう感じなんだろうなっていう。で、これあれですね。これあの、さっき大さんにもあった、あの、まあ、リコリスの紋章みたいなもんでしょうね。はい。で、おっぱいですね。ちょっとね、柔らかいかどうか確認ですね。はい。硬いですね。当たり前ですけどね。当たり前。でもね、触ってみてよく分かったのが、このボタンとかね、金色のボタンとかも、しっかりとね、ここら辺、凹凸のある造形になってますね。ここら辺、こだわりを感じますね。はい。で、ここら辺、塗装もね、一見赤でベタって塗ってる感じですけども、そんなことなくてね、シャドウを、まあ、違う色を、ちょっとね、吹き付けで、陰影立体感が出るようになってますね。で、袖の先の方なんかも凝っていて、こうベルトがあるんだね、ベルト。ベルトっていうか、なんだろうな、まあ、デザインなんだろうけどね。ちょっとこう、絞ったり、若干絞ったりできるようになってると。で、手がこんな感じになってるんですけど、これ別にやらしいことをしてるわけじゃなくて、ここにね、自由を持つと、そういうことになってます。後でね、自由持たせますね、はい。で、スカートがグレーですね。グレーのプリーツスカート。なんかさ、アニメ見てるとなんかもっと短くような気もするんですが、結構フィギュアだとなんか長く見えなくね？なんか今時の JK フィギュア、制服フィギュアって、もっと短いよね。もっと短いよね。もう、こんな状態にしたらもう簡単に、おパンツ見えちゃうっていうレベルですよね。まあ、こんな状態じゃなくても、後ろにした時点でもう、パンツが見えるぐらいの短さなんだけど、これ意外と、リコリスのこの制服、スカート丈長いんですね。うん。これちょっと意外だな。だからそのプリーツなんかもそんなにね、深くないですね。うん。まあこれも原作に忠実なんでしょうけれどもね。うん。で、ちゃんとベルトあるんですね。ここで多分ね、分割っていうか上と下に分かれるんだと思います。まあ、このベルトがね、あるからこそ分割ができるわけですね。これがないとマジでね、できない可能性ありますからね。要は分割線というのができてしまうので、そこがね、目立っておかしくなっちゃうから、ワンピースとかだと、ベルトがないワンピースとかだと、その分割ができないケースも出てくるので、ぜひね、アニメのキャラをデザインする方はね、腰で分割できるようなデザインにね、してください。で、カバンですね。背中に背負ってるカバン。これもね、まあ、見ててびっくりしたよね、これね。ここ、下からね、これマガジンが出てくるんですよ。からさ、すごい、こっからマガジン撮るんですけど、もうそれがね、すごいアイディアでね、面白いっすよね。で、これもちょっとね、リュックみたいな感じになっていて、この肩にかけるところのベルトの、このバックルとかもね、金色で、別にちゃんと分けて塗装されていて、リアルな造形になっていますし、で、ちゃんとね、なんだろう、こう、ちょっとこう、浮いている感じ？まあ、実際は本当はね、こんなガタガタしちゃダメだと思うんですけども、しっかりとこう、もっとね、びっちりと背中にくっついていないとダメだとは思うんですけども、これはまあ、こう、わざとね、こう浮くようにして、こう臨場感を出すような造形にしているんですけれどね。うん。ここら辺も、そのベルトのバックルと、これそのカバンとベルトを外すことができるので、そういう金具もついている造形になっています。これすごいっすね。これめちゃくちゃこだわってますね。これ、あれですよ。これで1万3000円のフィギュアですよ。これやばくないっすか？だからここもそうですよね。ここも取り外しができるような、
あの形になってます。そうそうそう、これね、あの、このもう鉄板みたいになって、鉄板みたいになってて、敵が銃を撃ってきた時にはこれをシールド代わりにするんですよね。パン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 弾き返すんですよね。うん、なんか僕こういうカバンに憧れますね。こういうカバンを背負っている JK にね。うん、いいね、いいね、このカバンいいね。でもあれだね、ちょっと残念なのは、あの滝名からもらってなんかなんだっけあれなんだっけあれ牛かなんか牛だったっけ。キーホルダーはねここら辺につけてたんだけど、それがついてないのはちょっと残念かな。まあその前の、まあ、滝名にまだ会う前の千里っていうことなのかもしれないですけどね、うん、でもこの後滝名出てくるんですけどね、フィギュアでね、うん。で、足ですね、足ですね。足はね、まあ、普通だね。普通だね、うん。なんだろう、おかしいな。テレビアニメで見たとき、見てるときは、常に僕の目にはね、千里がいやらしく見えていたんですけれども、おかしいな。フィギュアではなんか、下半身そんなに、まあ、おっぱいの方もそうなんだけど、なんかあんまりこのフィギュア、エロくは感じないですね。まあ、キャストオフすればエロくはなるんですけれども。で、靴下。下を履いていると、これもあれかな、制服指定のその組織指定の靴下なんでしょうかね。まあ、あの街中に溶け込むリコリスということでね、まあ普通の人から見ると普通の JK であるということなんでしょうね、うん。で、靴には女優 JK 定番のローファーを履いていると、これもなんかあのカバンと同じようなあの明るめのブラウンですね、うん。あ、どうだ、タキナも同じ色なのかな。タキナなんかもしかしたら黒いローファーを履いてるかもしれないですけどね、うん。で、裏は別に大したことないですね。普通ですね。ここら辺はね、普通ですね。あの、ここら辺もなんか、まあでも、革靴の底ってこんな感じか、ソールって。これ、ツルツル、戦う時にツルツル滑んねえのかな。で、これが別パーツの銃なんですけれども、これがですね、デトニクスコンバットマスターという、まあ実際にあった銃なのかな。なんかね、ググって調べましたら、1976年にパッド・イエーツによって開発された、45ACP 弾を使用する M1911 を陰徳用に極限まで小型化した改良した拳銃だそうです。装弾数は6プラス1発で本家1911より1発減っている。コンパクトな割に強力な 45ACP 弾を使えるため、アメリカの主婦警官などに人気の銃だったが、まあ後にね、コルトがオフィサーサービスとデフェンダーという似たようなモデルを販売してからは売れ行きが悪くなり、デトニクス社は1987年に倒産していると。そこまでの説明はいらないね。まあ、あの、千里はね、人を殺すのが嫌なので、あの、実弾じゃなくてね、なんかそのビビ弾みたいなやつ、なんかよくわかんないんだけど、あの、痛い、なんかそれ撃つと相手が気絶するような、そんな弾を込めてね、使ってるんですよね。ではですね、一通り見たので、組み立てましょう。台座に取り付けましょう。で、この千里のですね、この足の裏にですね、この通りね、穴がね、開いていますので、それを台座のここにね、支柱があるので、そこに差し込んでいきます。よいしょ。結構支柱長めですね。まあ、片足立ちですね。うん。そしたらこの銃ですね、このハンドガンを手に持たせます。こんな感じで持たせればいいのかな。まあ、色移りしちゃうかもしれないですけどね。はい、で、わかりますかね。こんな感じで、ちゃんとね、人差し指がトリガーのところにかかるような感じになるようにしましょう。はい、で、これでね、組み立て完成でございます。はい、ということで、錦木千里7本で打ち付けるフィギュアのレビューは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。いや、なかなか良かったですよね。うん。まあ、相変わらずね、ぐっすまさんのいいところがてんこ盛りで、まあ、7本の打ちスケールで1万3000円ぐらいで僕は買えているんですけれども、そのコスパの良さと、さらに、まあ、あの、隠れ、あの、キャストオフというギミックもついているので、まあまあまあ、今はね、こういう感じで見ていますけれども、まあ、これね、当然スカート外して飾っても別にいいわけですからね。まあ、それは個人の自由ですから、まあ、そういう楽しみもあると、一粒で二度おいしいと、まあ、そういうフィギュアになっているということでございます。で、さらにですね、今後は井上滝名の方も、
同じスケールで同じねリコリスのその制服の姿で出てきますので、そちらもね非常に楽しみですね。もう間違いなくタキナのねパンツも真っ黒系のやつが見れると思うので、まああれも多分外れるでしょうね。外れなかったらもう暴動が起こるでしょうねそんなことはない、まあこれ外れるのはまあ非公式ですから、はい、まあグスマさんのサービスですからね、なんとも言えないんですけれども、まあそういう楽しみもあるということでね、井上滝奈も近々出荷されると思いますので、そちらの方も楽しみに待ちましょう。もちろん僕の方でもですね、あのレビューの方する予定ではありますので楽しみにしてください。ではでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。フィギュア大好きと一貫でした。